みなさんこんにちは、ずちゃんです。さんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今日はですね、5月の愛用品と購入品を皆様に紹介したいと思います。初めてウェンランドやります。これからこれ定期的にやりたいなと思って、ね、月1回やっていきたいね。今日は1人4つ、うん、4つ、そう、お用意しました。最初はね、私はですね、これです。何？これよく CM でやってるやつだ。なんか最近は私歯が痛くなってるので歯医者行けよ。そう、とりあえずこれを買ってみました。あ、これトータルケアなんだよね、うん、全部口臭も歯周病も防げる、ね、口の中の浄化と口の中を爽快に、あと虫歯とかも対応できるので、もちろん一番いいのは歯医者行くんだけどでもこれはですね、使う時にめっちゃ舌が痛くなりますでもノンアルコールだから、俺ノンアルコールじゃない普通のアルコールのやつ大学生の時使ってたんだけど、うん、あれ半端ないよ。あ、痛い？もうほんとヒリヒリして味覚がなくなる、うん、なんかウェンランドはそういうの良くないって言ってるからこれは低刺激っていうの感じで、まだ来月変わるかもしれないんですけど、とりあえずこれは私の一つ目です。はい、じゃあ俺はね、ヘアムースです。ソフトで買ったんですけど、まあ大体1500円だったかな。まあ見てわかるようにパーマをかけたんですよね、うんうんうん、でちょっと美容師さんにムース買った方がいいよって言われて、うん、で初めて買ったムースです。こんな感じ、ほらパワーだね。そう、えよ、回っててる回っててる、やばいやばい、え、大丈夫。これをこうやって全体的につけていく。ふわふわと、あと質感が良くなるんですよね。ちょっと濡れた感じ、うんうんうん、そんなのがちょっと出したい時にムース出した方がいいよって言われて、ほらちょっと変わった、変わったね。お、よくなった。ちょっとぐちゃぐちゃになってるなんか鏡ないんですよね。そう、鏡ないから今ちょっとぐしゃぐしゃになってるかもしれないけど、ツヤが出るんですよね、うん、だから髪が傷んだように見えない。ああ、そうやかも。そうそうそう。でこれ買ったのはハード買ったんで結構キープ力があります、うんうん、なんでこれを買いました。ウェンランドはね、これパーマかけてる時に美容師さんが坂口健太郎をモデルにしてやってるんだし変じゃねえよでは私の2番目はこれです、はい、なんかリバーでいうブランドで、あ、有名だよね。そうそうそう、これは本当顔専用のやつで、うん、こんな感じでやってます。もうめっちゃ上がってるやん。そう、顎のラインが出るの。そうそうそう、顎のラインを出すんでね。あ、これはもう結構前から買ってたんですよ。でも買ってても使ってなかったよね。そう、なんか5月からちゃんと使おうかなと思ってなんかこの紹介を気にして使おうかなと思いますとりあえずしてんじゃない続きまして、運搬の2つ目はワイヤレスイヤホン。ワイヤレスっていうのは Bluetooth を通してもう完全に紐がないイヤホンのことです。2個取ってしたらもう勝手にもう一度つながった Bluetooth を通じて音楽を聴くことができます。口コミも良かったし、あと買ってみてこういう風にイヤーピース、うん、いっぱい耳がちっちゃい人用とか、あ、そうなんだ、耳が大きい人用とか、うん、いろいろサイズがあるんですよね。めちゃめちゃいいなと思いました、うん、今のワイヤレスイヤホンって例えば YouTube 見るときとか、うん、音ずれとかあるよね、たまに。ああ、そうなんだ。こっちの方が早いけど聞いてるのがちょっと遅いとか。へー、でもそれがこれはあまりないっていう口コミで、まあ実際やったら本当なくて、それ快適に使えてます。ホンベース、そう、これねずっと気になってたんですよ。高いんですよ、これ1冊だけで2400円。でもなんか最近楽天のクレジットカードを作りました。おお、そう、なんかそれですごいポイントが入ったんです。ああ、そう、なのでポイントで購入しました。お、ただぐらい、なんか一冊はタダだったの。ええー、すごい。うん。这个书就是倡导说，你一天只要读它的一页，然后读365天，就可以把世界上的知识都记在脑袋里面。但这个主要是西洋的啊，比较没有东洋的。然后像是这里，它就有写说给大家看，像这个星期一就是历史，星期二是文学，然后星期三是艺术，星期四是科学。它这样是一天一天一天都会有不同的内容，然后跟知识在里面可以学。所以我觉得这一本还不错。像我现在翻开这页给大家。大家看，它是第78天，然后它的章别是历史，然后主题是黑死病，黑死病发生的事迹啊，还有那个时候的故事都会统整在这里面，所以我觉得这一本还不错。但是它好像是国外的书翻译回来的，我不知道台湾有没有中译本，有的话其实比较想要买中文。第二本是人物篇，那也是一样，一页会有一个人的故事，它是各个不同的领域的，像这里就有写礼拜一是
应该是老师，然后礼拜二是哲学家，就是这样子。所以我觉得这两本书还不错，就是你只要读了，你就可以把很多你本来不会接触到的知识都可以记在脑袋里面。文章もちょこちょこ読んでるんだね。うん、読んでる。読んでね、知識増えてなんか人に話せるとなんか気持ちいいよね。こんなことも知ってるんだみたいなね。自分の3つ目は、ドゥドゥン、ドゥドゥン、ダンベルです。4キロあるんですよ。合計8キロです。8キロです。形が綺麗だと思いません？なんか色もすごい選んだんですよね。3500円とかそんぐらいだったと思うんですよ、ね、1個で2つ で, おで最近まあジムは通ってて、まあジムに忙しくて行けない時とか家で筋トレをするために買いました、まあ、こうやって積み重ねて置ける、綺麗に置けます。ランデブーのカバンだよね。ランデブー是我一个朋友在做的品牌，是他送我的。那我就觉得说这个看起来是一个很普通的包包，其实一开始没什么感觉，就后来背出去之后觉得超好用，因为它里面放下我的相机。我那在圣诞节的时候是我那个包包，他是说希望我可以放下相机，可是其实我发现放不进去。那、啊、可是这个锁，这个立马放到他那西西的，对，这个容量很大，然后相机放进去还有余裕可以放很多很多东西。然后它旁边有个还蛮好的是有这个小口袋，就两边都有，就可以让我放小东西。然后它的这个背起来我是觉得蛮好看的，就是现在这衣服当然是比较没那么大啦，就是其他衣服的时候我自己戴起来是蛮喜欢的。文章もこれ褒めてくれた。なんか形が綺麗だし、なんか色合いがすごくいいなと思って。茶色ね。そう、落ち着いた色だなと思って。ちょっと赤みも入ってるじゃん。なんか大人しいの色だな。そう、あとこのちょっと金使ってるのがまたおしゃれだな。あとその中にあとこういうなんかジェンベバじゃなくて。これもできます。手先ね。そう、手先になります。手で持てるね。あと思うのが一つすごくいいと思うのが、これはあまりシワが出ないんだよね。ね。そう、なんか本当いろんな形で作っても、もう本当シワが残らない。運搬の最後の愛用品が私もカバンです。これちょっとリュックサックなんですけど、すごく形綺麗だと思いません？めちゃくちゃ綺麗です。美容師さんにもすごい、あ、形綺麗って超嬉しかった。そう、めちゃめちゃ綺麗なの。ここもすごい綺麗です。なんか私たちテレビのあのショッピングみたい。で最近日本だけかわかんないんですけど、なんか四角いバッグが流行ってるんです。でまあこれ通勤とかにも使えて、まあ後ろもこういう風にクッションがついて、中身も A4 サイズがしっかり入る感じ。ポケットもいっぱいあります、ね。そう、こことかにペンも入れるとかあるし、あとまあこれ多分 iPad とか、あと普通のパソコンも入れるんですよね。色はなんか5種類ぐらいあったんですけど、まあちょっと悩みに悩んだ結果このグレーにしました。これ価格はちょっと高くて3万円ぐらいだったんですけど、まだ9000円ぐらいかなぐらいだったんですけど、まあ買う価値はすごくあると思うんで、ぜひ買ってみてください。すごい長持ちできそうだもんね。そう、すごい綺麗だしね。ではこれは私の文壇の愛用品でした。はい、前リクエストいただいてるんですけれども、みんな結構私と文壇どういうものかっていうのが興味があるらしいんで、企画は誕生しました。はい、はい、ではこれからも定期的にやってみたいなと思ってて、これも私を新しいものを挑戦するようなそのモチベーションになるのでこれからもやりたいと思います。あとなんかコメントでこれよりももっと良さそうなものあったらちょっと教えてほしいよね。あ、文壇多分買っちゃうと思います。那如果你还没有订阅我们的频道呢，都欢迎订阅我们的频道，然后也开启铃铛接收最新的通知，也可以帮我们的影片按赞，然后分享影片给你的朋友，也在下面留言给我们哦。然后呢，也欢迎追踪我的 Instagram 在这里，等等，我的 Instagram 在这里，我的 Instagram 呢上面会有很多日常的更新分享，比较常更新在 Instagram， 有兴趣的人也可以看一下。好，那这里面就到这里为止喽，拜拜，拜拜。我们下次影片再见，拜拜。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。